プリント2分の1決勝2回戦第1組です。先ほどのスタートと内外スタート位置が変わります。内側静岡来て日高優太、外側岐阜第一小玉虎之助です。スタートしました。今度は内側からスタート日高優太。先ほどの1回戦11秒329の上がり参考タイム、やはりここまでの戦いと同様、最後は自信を持って伸びていく、そんな余裕を持った走りを見せています。対します後方岐阜第一小玉虎之助、積極的に攻めていく、そんな走りを見せています。これが2回戦の結果につながるか。さあ徐々にペースを上げていきます。日高優太が先行のまま残り1周に入ってきました。さあそして後方から上がってくる形で小玉虎之助が仕掛ける。日高優太は後方から2コーナーからバックストレッチに行くところ、さあここから日高優太仕掛けてくるか。3コーナーから4コーナーを向かうところ、児玉虎之助の先行を粘っている状況。4コーナーから直線、さあどうだ、最後の直線の3メートル余り、日高優太伸びたかというふうにも見えましたが、着順確定。今しばらくお待ちください。上がり参考タイム11秒330です。ただいまの2回戦の結果、先着157番日高優太静岡北、2回戦先着確定となりました。1回戦2回戦、そして2回戦は最後の直線、ほんの数メートルのところの素晴らしい伸びを見せまして、直線勝負日高優太が取りまして、ストレートに 1-2 決定戦です。続いて第2組2回戦、内側小松島西太田兵馬、外側九州学院中山亮太郎です。2組2回戦のスタートです。内側からスタートしたのは太田兵馬、外側から中山亮太郎です。先ほどの1回戦最後までもつれましたが、競り合いから中山亮太郎が直線素晴らしい伸びを見せました。ここまでの戦い、特に4コーナー回ってからの直線勝負の伸びが光ります。太田兵馬、攻めの走りから内側に入った時には粘りがち、そんな戦いをずっと見せてきました。この2回戦取って3回戦に持ち込むことができるか。やや距離を取って先行太田兵馬、中山亮太郎が後方からその勝機を伺います。残り1周、太田兵馬はまだこの中山亮太郎の動きを気にしながらのスプリンターレーン。さあ中山亮太郎が仕掛けた、
今度はバックストレッチ、中山亮太郎が仕掛けた、太田彪真まだ内側粘っている、3コーナーから4コーナーまだ粘っている、両者並走、4コーナーから直線勝負、さあ最後の直線勝負になる、どうだ、今度は太田彪真、上がり参考タイム11秒647。先着確定は今しばらくお待ちください。ただいまの2回戦先着271番小松島西、太田彪真先着確定となりました。2組につきましては1回戦中山亮太郎、2回戦太田彪真がそれぞれ取りましたので、この第2組は3回戦となります。スプリント2分の1決勝、3回戦までもつれました第2組、3回戦まもなくスタートです。九州学院中山亮太郎が内側、小松島西太田彪真が外側にスタンバイしています。第2組3回戦のスタート、1回戦は今内側からスタートしました、赤のユニフォーム九州学院中山亮太郎が、そして先ほど2回戦はブルーのユニフォーム小松島西太田彪真がそれぞれ取りました。それぞれに自分の得意なところを生かした勝ち方をしてきたなという印象もあります。さあこの3回戦慎重に前へと進めていきます。バックストレッチ入るところ、まずは内側から先行しているのは中山亮太郎、太田彪真が3コーナーあたりからちょっと勝負にかけてきた、4コーナーから直線に入ってくるところ、横でのせめぎ合い、太田彪真が徐々に徐々にその様子を見て仕掛けてくる、1コーナーから2コーナーへと向かっていくところ、中山亮太郎は1センターから2コーナーあたり、さあ外側の方から踏んでくる、そしてそれに合わせて踏んできたのは太田彪真、さあ3コーナーから横田ちょっと車間が空いている、中山亮太郎後方から攻めきれるか、4コーナーから直線に行くが、さあどうだ、最後まで太田彪真粘ったか、11秒589の上がり参考タイムとなりました。